皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。今日はパラメーターを操作してないデフォでの解説です。まあたまにはこんなのもよろしいかと思います。今年は牛年、そんなわけで牛を使いとする学問の神様天神様を参拝します。それで今日は名古屋市北区にある名古屋三大天神に数えられる山田天満宮へやってきました。寛文12年西暦1672年、四代将軍徳川家綱公が教育学問を広く世に広めるため文教の政治を奨励しました。当時尾張の国藩主徳川光友公は家綱公の文教政治を重視し、文教の大祖と仰がれた菅原道真公のお神霊を太宰府天満宮よりお迎えし、尾張の国春日井郡山田の里に文教出世厄除け祈願宮として奉仕しました。ちなみに国道19号線矢田川に架かる橋を天神橋と称していますが、この橋名は山田天満宮の御利益にあやかるため名付けられたようです。さすが天神様、撫で牛が2体あります。この山田天満宮、上野天満宮、桜天神社の3社は名古屋三大天神と呼ばれ、受験生の参拝が多いです。昭和58年、1983年に山田天満宮に合祀された小金神社、金運アップや商売繁盛に御利益があると人気です。そしてここは銭洗いできることもあり、それを目的に訪れる人も多いです。隣に鎮座する御嶽神社は悪い縁を断ち切り良い縁に結ばれると言われています。また祀られている寄り添い石は恋の三者巡りの対象になってます。方向祈願牛、牛の頭を祈願する方向へ向け願をかけるそうです。試験を受ける学校の方を向けて合格を祈ります。平成の竹取物語、クスノキから如来像が出てきたそうです。そしてお稲荷さんや八大竜王が祀られています。参拝終了です。
今回のカメラは思ったほど高画質で撮れませんでした。どうもこのカメラは 2.7K までのようですね。当チャンネルは名古屋を起点としたお出かけ動画をメインに、視聴者様が楽しめる動画を目指しています。チャンネル登録していただけば最新の動画などにアクセスしやすくなります。もしよかったらチャンネル登録してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。